はい、どうも、ハレです。今回はですね、開幕まで数日と迫った状況になりましたんでね。はい、ちょっと、まあ、生配信でもやりましたが、スタメン予想していきたいと思います。はい。ということで、まあちょっとね、はい、このユニフォームは、生配信の時に、はい、開封させていただきましたけども、はい、次に、今シーズンの、はい、この日の時で、10番、亮太、大島選手のね、はい、ユニフォーム買いましたね。はい、より一層応援の熱が入ると思います。はい。ということで、まあ、今シーズン、まあちょっと、このボードね、生配信にも使いましたけども、まあちょっと拡大したものが、はい、出ますんで、はい。まあこんな感じで、まあちょっと手作りなので、まあ汚い部分はあるかもしれませんけど、その辺はちょっとね、ご了承ください。はい。まあ、2023シーズンのユニフォームのものが、まあ、できましたら、はい、またそちらに変えて、そっちはもっとね、丁寧に作りたいと思いますんで、はい。何卒ちょっとご了承ください。はい、ということで、行きましょう。はい、ということで、まあ、まずはね、まあ、ゴールキーパーのところですけど、まあ、今シーズンは、上福本選手が入って、まあ、田野選手がね、抜けてしまいましたが、まあ、今シーズンも4人体制ということで、まあ、チョン・ソンリョン選手、上福本選手、安藤選手、早坂選手というゴールキーパー。で、まあ、基本的にはまだね、チョン・ソンリョン選手がリードしてると思いますけども、まあ、いろいろなね、記事とか読ませていただいたところを見ると、やはり上福本選手もかなりいい感じにマッチしてきてるということなので、まあ、おそらく、まあ、ソンリョンのスタメンも多分開幕スタメンは多分ソンリョンだと思いますけども、まあ途中から上福本選手も出番がどんどん増えていくんじゃないかなと。あとはまあ相手によってね、いろいろ変えることもできると思うので、はい、そこら辺はちょっとね、今シーズン楽しみにしていきたいなと思います。はい。ただまあマリノス戦のスタメンはチョン・ソンリョンです。でまあ次サイドバックの争い、右サイドバックですね、まあ山根選手と、まあ基本的には大宮美選手、この2枚の争いになるとは思いますけども、はい、まあ普通に考えて山根選手は核だと思うので、まあ、ここはもう山根選手一択だと思います。まあ大宮美選手もね、まあセンターバックと、まあ、右サイドバック両方こなしてるということで、まあ、そこら辺は徐々にね出番は増えてくると思いますけども、マリノス戦の右サイドバックは山根美希選手。続いてセンターバックですけど、まあ新たにね松永根選手と高井選手が昇格、ユースの方から昇格していきまして、まあ、谷口選手が抜けてしまいましたが、まあ、今年はおそらくこの5人体制に、はい、なると思います、はい、なのでまあただ、まあ、基本的にはねこちらもスタメンという意味ではね JJ 選手と車屋選手、この2枚になってくると思うので、まあ、この2枚に対してどれだけ他の選手、他の3選手が、ね、山村選手のね、まあ、実力っていうのはもう間違いないですし、ある程度の担保はできていますけど、高井選手と松永選手のね成長っていうのは非常に、まあ、今シーズンだけじゃなくて来シーズン以降にね、はい、かなり重要なものになってくると思うので、はい、そこら辺も期待しつつ今シーズン見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、ジェジェ選手と車選手、はい、続いて左サイドバック、はい、こちらはまあ、昨シーズン同様というか、まあ、車谷選手がねセンターバックに、まあ、おそらく今年は専念すると思うので、まあ、今年はまあ基本的には上り里選手と佐々木旭樹選手、この2人になってくると思います。まあ、松永根選手が左サイドバックやるっていう案もあると思いますけども、まあ、まあとりあえず今回はね、はい、この2人に絞って話したいと思いますけど、まあこの2人、まあ、どちらも、可能性はあるかなと思いますし、まあ、より守備的なのが佐々木選手、より攻撃的なのが延里選手っていう分け方でもいいかなと感じていただいております。まあ、もちろんお互いねどっちもやれますけど、攻撃も守備もねどっちもやれますけども、まあ、佐々木選手はね昨シーズン終盤なかなかね出番がもらえなくなってしまって、パフォーマンスもねちょっとね落ちるところを、終盤戦見てしまいましたけども、延里選手が、まあ、もしコンディションが万全であればね上里選手に期待したいと思いますが、まあ、佐々木選手も今シーズンから5番をねつけていますんで、まあ、その辺の、気持ち
の部分っていうのは相当強くなってると思いますし、まあ、なので開幕スタメンどっちでもありえるけど、どっちでもありえるけど、僕はのぼりだつ選手に、はい、したいと思います。まあ、のぼりだつ選手がねやっぱり安定感ありますし、得点も練習試合で取って、まあ、その得点の形もね非常にフロンターレらしい得点だったということもね、はい、書いてありましたんで、まあのぼりだつ選手に開幕、まあこのね金 J みんなが注目する開幕戦ということで、まあのぼりだつ選手のキャラクターでもね、まあチームを盛り上げてほしいですし、やはり谷口選手が抜けたので、やはりまあもちろんキャプテンは立花の選手ですけども、登里選手が引っ張る部分はかなり大きいと思うので、はい、登里選手に今シーズン開幕戦託したいと思います。はい、はい、ということで、まあディフェンスラインはこんな感じで決まりましたね。はいまああくまでも予想なんでね、中盤ですよ、問題は中盤。システムもね、ダブルボランチにするのかアンカーにするのかもう分からないですし、まあ基本的にはアンカーだとは思いますけど、でまあ今シーズンはね可変を取り入れるということだったので、まあその辺もいろいろ加味しつつではありますが、ただまあ従来のアンカーシステムに、はい、今回は考えようかなと思います。はい、ということで、まあアンカーとして考えられるのはおそらくこの4枚だと思います。はい、立花選手、清水選手、大島選手、松井選手、はい、この4人の中かなと思いますが、まあ、まず、まあ、残念ながらちょっとね松井選手はまあおそらくないと思うので、で昨シーズンは、右サイドバックでの起用が多かったので、まあ本人としてはね、まあ、本領発揮する場面がまあ限りなく少なかったので、まあその辺に関しては今シーズンおそらくかなり少なくなると思いますけど、そのチャンスをねものにして、まあ驚異的な成長につなげてね、まあ今後のフロンターレを引っ張ってほしいなと思いますが、まあ、現段階においてはおそらく松井選手がスタメンはおそらくないと思うので、まあこの3人の誰かになってくると思います。はい、でその中でまあ大島選手かなと、はい、思います。元気であれば、まあ、大島選手は間違いなくスタメンになってくると思うので、まあ、大島選手一択で、はい、いきたいと思います。でまあインサイドハーフですよね、問題は。でまあ個人的にもう確定しているんですよ、スタメンは。開幕スタメンってなるともう確定かなと思います。まあ多くのメディアでもいろんな予想されてましたけど、まあ、立花選手の大島選手のアンカーの争いで立花選手がベンチみたいな、うん、そんなね書き方もされてましたが、まあ、僕個人的には立花選手はインサイドハーフですため、そして相方は脇坂選手、はい、この2枚を考えております。はい、まあ、バランスもいいですしね、この3人だと、大島選手含めてこの3人だとバランスもいいですし、まあ、立花選手がインサイドハーフに入ることによって、まあ、アンカーでもまあ、かなりね広範囲に動き回ってね、いろやってくれてましたけど、インサイドハーフの方がよりね、制約というかものはね限定はされづらいと思うので、まあこの立花選手がインサイドハーフに入って、まあ、どれだけのものを見せてくれるか、特に今シーズンキャプテンマーク巻きますね。はい、その辺はね、はい、楽しみにしていきたいですし、脇坂選手もやはりいい時はいいけど悪い時はちょっと消えてしまう、そういうチームの好不調によってだいぶねこの選手っていうのは昨シーズンまではチームの流れにやっぱちょっと左右されてしまうような僕は印象だったんですけど、まあ今シーズンはそれをね逆に自分脇坂選手の力でチームの波をね持ってこれる、はい、そんな選手になってもらいたいので、まあ、脇坂選手には、はい、今シーズン期待します。14番ですから、はい、はい、そして右ウイングですけども、家長選手、家長選手、トーマ選手、まあ、この3枚、まあ、これは昨シーズン同様の、まあ、流れと思いますけど
まあ、ここに、まあ、小林選手だったり、まあ、宮城選手とかも入ってくるとは思いますけど、まあ開幕っていうことを考えると、まあおそらくこの、まあ、家永選手がどのようなコンディションなのかがまず絶対条件だと思います。まあ家永選手がもしダメだったという想定、まあ練習にはね合流してて、まあ一部限定ではあるけど合流しててっていうことなので、まあ開幕戦出られなくはない状態だとは思うんですよ。ただ個人的にはスタメンでは無理して使わないと思うので、まあ、ちょっとベンチスタートという考えを僕は、はい、思ってますんで、まあ、スタートは遠野選手、はい、遠野選手にしたいと思います。はい、永永選手もね、やっぱ今シーズンはまあ期待がかかるところだと思いますし、シーズンも何試合かね出場して勢いのあるドリブルをね披露してくれてましたし、やはり巻き抜きの強さっていうのも見れたので、まあ、今後に非常に楽しみを持ってたのでね、はい、永永選手も今シーズン、はい、楽しみにしておりますが、開幕スタメンは遠野選手、はい、にしたいと思います。遠野選手センターフォワードっていうねで勝負したいっていうのも見ましたけども、まあ、おそらく、うん、まあ、右で使ってくるんじゃないかなと、はい、個人的には思っております、はい、そして左ウィング、はい、まあ、左は結構熾烈だと思います、はい、マルシーノ選手、瀬川選手、ミョーガン選手で、まあおそらくスタメンはマルシーノでしょうと、うん、思います。ここはもう予想とか言ってるけど、まあ、基本的にはまあ皆さんの多分考え方同じなので、はい、マルシーノがスタメンだと思います、はい、まあ、ただ途中でねこの2枚、まあ、どちらもねちょっとタイプ違いますし、まあ、瀬川選手はもしかしたらインサイドワークでの起用も多くなるかもしれませんけど、やはり小刻みにドリブルも入れられますし、やっぱフリーランニングもできますんで、はい、瀬川選手の活躍にも相当期待したいと思います。そしてまあ明願選手も、うん、まあ、ポスト三笘とも言われてますけど、まあ、あのしなやかなドリブルと、まあ、やっぱり急ストップ急加速っていうのもできる選手なの で 相手を見ながら、うん、プレーの選択を変えられるっていうのも身につけられればね、より怖い選手になってくると思いますし、まあ、あとは得点力がどれだけあるかっていうのはやはり今シーズン見ていかなきゃいけないと思いますけども、まあ、非常にね、うん、ドリブルで違いをつけれる素晴らしい選手だと思いますし、まあ今シーズンのね、はい、活躍に大いに、はい、期待してもいいんじゃないかなと、はい、思います。はい、なのでまあ、スタメンではありませんが、まあ、この二人も、もちろん注目、大いに期待してもいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、最後、センターフォワードになりますが、まあ、4-3-3 であれば、ラストワンピース。で、まあ、今シーズンは小林悠選手、ダミアン選手、宮代選手、山田慎選手という4枚体制だと思いますが、まあ、小林選手はね、レアンドル・ダミアン選手は、まあ、怪我で、まあ、開幕戦はさすがに間に合わないと思いますので、まあ、宮代選手か山田選手、この2枚での、ね、争い、同期のツートップによる争いです。はい、まあ、この2人、まあ、どちらもキャンプではアピールしてましたし、まあ、どっちがスタメンになるのかっていうのは結構ワクワクするね2枚だと思いますけど、まあ宮代選手かなと個人的には思ってます。やはり J1 のね、うん、実績も持ち分ないですし、まあ、今シーズン帰ってきて、うん、フロンターレの新エースに名乗りを上げられるのかっていうのは非常に重要なことだと思いますし、まあもちろん活躍すればね海外に行ってしまう恐れもありますが、まあ、活躍してくれなかったら、一向にね世代交代も進まないので、センターフォワードに関してはマジで進まないので、まあ、本当楽しみですし、まあそこにねライバルとして山田選手も入ったことで相当レベルの高いセンターフォワードのポジション争いが
繰り広げられると予想しています。はい、なのでまあダミアン選手も小林悠選手もね、復帰しても出れるかどうかっていうのもちょっとね分からなくなるような、そんぐらい活躍をしてほしいですよね、最初の開幕スタートで。うん、まあ、そこに非常にみんな、皆さんもそうだと思いますけど、はい、期待していると思いますが、はい、まあ、まずは僕はね、予想としては宮代選手。はい、まあ、なぜかっていうと、まあ、J1 でのね、実績も申し分ないというところ。で、まあ、僕は、はい、重きを置きました。まあ、開幕戦は、なんといってもマリノス戦なんで、横浜 F マリノス戦なんでね、昨年の王者なので、まあ、そこも加味してもね、やはり宮代選手の経験値、っていうのは非常に重要になってくると思うので、宮代選手押すために置きました。はい、まあなのでまあスタメンとしてはまあおそらく皆さんの予想とほぼ変わりないかなと、はい、思います。はい、まあただね、途中から入ってくる分、特にベンチスタートとかってなると結構いろんな選択肢を持てると思いますし、まあ今シーズンは大南選手と瀬川選手が入ったことによって、まあ、後ろのオプションもいろいろ考えられるし、前のオプションもいろいろ考えられるんでね。はい、その辺も幅が広がったんじゃないかなと、はい、思います。なので、まあ、もちろん、ダミアン選手と小林選手が怪我してね、まあ、家永選手もちょっと不透明という状況なので、前のクオリティで言うと、不安はありますが、逆にね、今話したように、うん、新しく出てくる選手とか、が、おそらく、スケールアップして、はい、今シーズン出てくると思うので、はい、であとは戦術もね、うん、新しいことを今やってるっていうことを話されていましたね。まあ、そこも楽しみにしつつ、まずは開幕戦マリノス、そして第2列鹿島アントラーズですから、まあ、この2試合間違いなく優勝争いに絡んでくる 2チームとの争いなので、はい、ここはしっかりと応援しつつね、はい、まあ、2連勝言ってほしいですが、まあ、最低でも1勝1分けで乗り切ってほしいなと思います。はい、まあ、絶対2連勝を考えてますけど僕はね、はい、もちろん、はい、はい、ということで今回は、はい、開幕戦のスタメンをね、はい、予想させていただきました。まあ、またね、開幕戦終わったら開幕戦の振り返り動画等もね上げていきたいと思いますので、はい、ぜひそちらの方も見ていただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、今シーズンもプロ株よろしくお願いします。はい、ということで今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。ダメ、絶対王座奪還するぞ。